次世代戦闘機開発にあたる前に実証実験機があったのをご存知でしょうか。 X 通信信が先進技術実証機にあたります。今回は X 通信信がもたらした新たな技術について詳しく見ていきます。この信心をさらにブラッシュアップさせ XFQ エンジンや高性能レーダーなどどんどんテストしていけばいいと考えるのは私だけですよね。航空自衛隊の現行の F2 戦闘機を代替する次期戦闘機計画は2020年末に三菱重工業社を主管企業として契約が交わされ、この下に国産の各分野の企業が紐づき進められる形式が前提だと解釈されてきた。と同時に F2 戦闘機の開発においては最重要部位である機関部分の国産化の目途が立たなかったことや日米の政治状況からアメリカの F-16 ファイティングファルコンをベースとせざるを得なかったことの教訓も踏まえていると見えていた。具体的には IHI 社がすでにプロトタイプの1機のみとはいえ2018年6月には XF-91 エンジンを防衛装備庁に納入を済ませており、その推力や燃焼器付近の温度は世界レベルの数値を達成、今後に期待する声も大きかった。しかし、日本としては、第5世代戦闘機の単独開発経験も有していないことから、次世代戦闘機開発への技術支援先には、アメリカのロッキード・マーチン社や、イギリスのロールス・ロイス社の協力を仰ぐことが検討されている。これまで、日本では、次期戦闘機の開発に向けて、先進技術の実証実験機 X2 通称新進のプロジェクトを2006年から始動させており、ここでも三菱重工業者や IHI 社が核となり、同期の飛行試験棟で要素技術の研究を担ってきた。実証実験機 X2 新進はあくまでもテスト機につき、機体の大きさ等は実際の戦闘機に比べればはるかに小型ではあるが、第5世代戦闘機以降必須となった機体のステルス化や搭載する機関部の国産化の可能性を提示したといえる。この実証実験機 X2 新進の初飛行は2016年4月であり、約1年半後の2017年10月には予定されていた全テスト日程を総数32回に及ぶ飛行で終了したが、アメリカ等の戦闘機開発に比べ少なかった感は否めない。そのため、実証実験機 X2 新進については、そのテスト飛行終了のアナウンス直後から、当時は将来戦闘機と称されていた航空自衛隊の F2 戦闘機の代替を目指すには不十分との指摘の声が聞こえていたのも事実である。この当時、アメリカの軍事専門誌として、著名なディフェンスニュース誌は、すでに航空自衛隊が取るべき道は、F-15 自衛、イーグルへの近代化改修とへ、F-35 ライトニング2の積極的な導入だと述べており、実証実験機 X2 新進の意義に批判的だった。ここからは、やはり、第5世代戦闘機の開発経験もない日本が、実効的な新型戦闘機を製造するというのは無謀であり、これまで同様にアメリカ製の戦闘機の調達を進める方が費用対効果の面でも理にかなったものとアメリカ側が見ていたことがうかがえる。実際に日本でも実証実験機 X2 新進はその後2017年11月には航空自衛隊の岐阜基地の航空祭で一般公開されるなどしていたが、その時点では、これをベースに、次世代戦闘機の国産化を行うか否の判断は、防衛省でも保留された。それから4年が経過した、2021年11月現在、次世代戦闘機開発をめぐっての、新たな情報は、
ほとんど更新されておらず、冒頭のロッキード・マーチン社やロールス・ロイス社の技術支援を仰ぐ方向の続報も報じられてはいないようだ。これも前述の F2 戦闘機開発においてアメリカの F16 ファイティングファルコンをベースとしたことで、後に日本が希望する回収の自由度がなかった点を踏まえ、自国主導での次期戦闘機開発を進めるという方針の是非も不明瞭に見える。そうした中で、2021年11月15日に財務省が公表した財政制度分科会での次世代戦闘機の検討にあたってという資料に記載された内容では、これまでと異なるアプローチと視点から航空自衛隊の次世代戦闘機が語られている。この次世代戦闘機の検討にあたってという資料には、ここ近年の主として西側各国の戦闘機の潮流は、機関部が総発から単発にシフトし、それに伴い機体そのものも小型化している傾向にあると指摘しており、議論を呼んでいる。この指摘の根拠に挙げられているのは、アメリカ空軍の F2 にラプター総発機が F35 ライトニングに単発機に置き換えられているという点だが、そもそもこの前提自体が大きく事実と乖離していると言われている。これは F35 ライトニングには F16 ファイティングファルコンの代替機で、両者は単発機であり、 F22 ラプターの代替機は今現在開発中の NGAD の戦闘機だとするもので、大多数の同意を得られる意見ではなかろうか。そもそも F22 ラプターはその高性能さが旧ソ連の崩壊でオーバースペックと見さされ、生産機数がわずか200機弱に止められた不運な機体だが、これを補完するための戦力として F35 ライトニング2が導入されたことはよく知られている。したがってアメリカ空軍の場合、主力戦闘機は F15 イーグルから F22 ラプター、そして次の NGAD の戦闘機となる予定であることは既定路線であり、 F35 ライトニングには F16 ファイティングファルコンの代替機と見るのが妥当だ。加えて戦闘機そのものの重量を比較した場合、第5世代に分類される F22 ラプターや F35 ライトニングには、その最大の特徴である高度なステルス性を実現するために、基本的に兵装をすべて胴体内のウェポンウェイに収容する仕様となっている。このため F22 ラプターや F35 ライトニングには寸法に比べても胴体部分が厚いことから、従来機よりも重量は増加しており、財務省が主張している小型化がトレンドというような論法はかなり事実に反すると言わざるを得ない。具体的にはおおよその機体重量は F15 イーグルの約13トンに比べ、 F22 ラプターは約20トン、 F16 ファイティングファルコンの約8トンに比べ、 F35 ライトニングには約13トンと、むしろ明らかに増加していることが顕著だ。未だアメリカ空軍の NGAD の戦闘機の使用は定かではないが、現時点での方向性として増強を続ける中国軍に対して優位性を確保するため、 F22 ラプターをはるかにしのぐ航続距離の獲得が必要と見る向きが多く、総発機が有力視されている。本来は次期戦闘機開発等の軍事分野においては門外漢であるはずの財務省が、この時期のこのタイミングにこの資料を提示したことに何らかの政治的な意図があるようにも思われるが、だとすればその狙いは何だろうか。現在進行中の次期戦闘機開発は
世界の現在の戦闘機開発の潮流から外れた大型戦闘機を志向して、貴重な国家予算を無駄にする可能性があるので、そうした開発から転換し、コスト的に廉価な小型戦闘機にせよとの提言なのだろうか。非常に個人的な感想だが、財務省がこのような資料を提示したことは、日本の次世代戦闘機開発の自国主導という看板を下ろしても、文句がつけられないようにしようとする予防線のようにも思え、今後の続報からも目が離せないと感じる。